はい、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 どうも、マサオカシキです。今日のミニカー第2回、今日のミニカーになります。今日のミニカーですね、こちらになります。バーバーバー、はい、こちら、ボルボ760になります。どうでしょうか。マジョ、こちらメーカーはマジョレットになります。で、購入したのはですね、ヤフーオークションでかなりボロボロのものを購入して、私がペイントいたしました。この色っていうのはですね、タミヤカラーの、ライトガンメタになります。はい、結構綺麗に出てるかなと思います。全部塗装剥がして剥離して、でサーフェーサーを拭いて、その上にシルバーの、シルバーじゃないですね、ライトガンメタを塗りました。で、室内はベージュの本革仕様っていうことで、ちょっとベージュっぽい色で、見えますかね、塗装したんですけども、すごく僕お気に入りの時代になります。やっぱり自分でベース加えると愛情湧きますよね。まあ決して両道相手も問わないですからね、気をつけてくださいね。でちゃんとギミックもあるんですよね。ドアの開閉ギミックがあって、もちろんサスペンションもあるんですけども、このサスペンション結構効いてていいですね。かわいいですね。でこの760っていう車種、ボルボの一番、なんで好きかっていうと、ダサくないですか。なんかなんかこうザセダンみたいな、私ボルボのワゴンとも好きじゃないんですけど、ボルボのセダンが好きで、どこが一番好きかというと、ちょっとマニアックなんですけど、ここのリアの、窓がこう直角に近い傾斜で、なってるんですね。ここがなんかすごく私惹かれるんですよ。この後ろから見る角度とかがなんかすごくいいんですよね。まあアメ車でもこういうこのぐらい の角度もあるんですよ。ちょっと今名前思い出せないんですけど、モンテカルロだったかな、モンテカルロみたいなアメ車でもこういう感じだったかなと思うんですけども。でフロントがまたさいじゃないですか。ただ四角で、四角のグリルに四角のライトでみたいな、まあ、そういうところが好きですね。で実際乗ったこともあってですね、すごくまったり乗れる車なんですよ。なのですごい名車だなって私自身思っております。はい、でこの合計で出てた960、940っていうのもほとんど一緒なんですけど、まあ、ちょっとリアウィンドウの角度がついちゃったんですよね。そこでちょっとマイナスですし、顔もちょっとなんですかね、ライトがこう大きくなったりとかしたんですよね。ですのでこの760、まあ、もちろん740も同じボディのデザインなんですけど、まあ、排気量が違うだけで、まあ、740は4気筒で760は6気筒っていうエンジンの区別で、そういう風に形で言われてると思うんですよね。はい、とてもかっこいいじゃないかと。で先日ですね、リサイクルショップに行って、よくこうカゴの中にミニカーがどっさり入ってて、もう裸の状態でバラバラのって言ってるじゃないですか。そこで見つけたのがこちらのボルボになります。ボルボ、まあボルボの、まあバッタモっていうんですか、偽物だと思うんですけどね。これは108円で買ったんですけども、塗装も何もこれ剥がれたのか、わざとこうやって最初からなってたこういう感じなのかよくわかんないですけど、これも私はペイントしてレストしようと思って、タイヤがなかったですもん最初から。それでも購入しました。まあホットウィールとかなんで代用しようかなと思って。多分これメーカーはこのタイヤの感じで見るとヤトミンだと思うんですね。これも一回分解してリペイントしようかと思ってます。何色にしようか。塗る前が意外と楽しみだったりしますね。こういろいろ考えたりするのが。まあもちろんリペイントしたらこれと一緒にまた紹介しようかなと。ちょっとスケールが違うんですけどね。このミニカーってこう本当にスケールが違うのが嫌ですよね。軽自動車とかだと、本当にアンバランスになりますもんね、並べるとね。まあ、とにかく今日の一台としてはこれちょっと良きでした。はい、今日の一台、こちらのボルボ760になりました。ご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録お願いいたします。それでは、バイバイ。